Bye.
願いします。お願いします。いや、初めての外ということでですね、ちょっとすごい曇ってるけど雨が止んでよかったですね。本当に本当に良かったなと思います。ありがとうございます。なんかこんなどうしようなんか どうされたんですかね。わかんないです。なんかこんなになんかカメラを構えられることがないから、うん、もうなんか超緊張してすごい手ブルブルしてました、ね、私だってずっとなんかスキャンダル起こした気分。確かにやばかったですね。はい、では結構ね涼しくて良かったですね今日は。そうね、うん、今日はですね、そうだ、自己紹介をしていきたいと思います。はいはい、はい、さっき豚タンを食べてすごい元気がいい、機嫌がいい新内凛。本当かな。はい、新内凛です。よろしくお願いします。はい、昨日激辛ペヤングエンドってやつ食べたんですけど無事負けました。赤色担当黒瀬玲奈です。お願いします。はい、すごい今日も湿気で前髪が死んでるカナメロアです。よろしくお願いします。今日家から家のこう階段、外の階段を降りてた、こうやって傘を、木があったから傘をこうやって高くしたら木に引っかかって取れなくなって、それ取るのに10分ぐらいかかって遅刻しました。青井エイナです。よろしくお願いします。はい、明日同級生の結婚式で出席できないので今日一日頑張ります。犬神奈々です。よろしくお願いします。はい、本当はですね今日お休みなんですけど、紫色担当の和樹なしこちゃんと普通はですね6人でいつも通りポップ活動させていただいております。で、明日もですねここメイの浜でのビーチで、ここで、メイの浜じゃない、違う、桃地浜、間違えました。桃地浜のここでですね、また明日もライブさせていただきますので、ぜひ来ていただけたらとても嬉しいです。すごいなんかもうすごい、こんなにカメラを構えられることなんかもすごい、私ちょっと緊張してるんですけど、どうしたらいいですかね。やばい、まあまあ後にいつかスキャンダルがね、その時のためにね。なるほど、どんな時でも綺麗に映りましょうね。頑張ります。はい、ではこの後ですね、これで最後の曲になりますので、ぜひ皆さん最後まで盛り上がってくださると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。聞いてください、ドリームポケット。